クイントスカエキリウスメテルスマケドニクスは共和制ローマの政治家、軍人である。紀元前143年にはアッピウス・クラウディウス・プルケルと共にコンスルを務めた。また、第4次マケドニア戦争では総司令官として活躍した。結果、マケドニアはローマの属州となり、その功によりマケドニクスの損傷を得た。 カエキリウスメテッドスケケーズ紀元前210年頃、クイントスカエキリウスメテルスの長男として生まれた。弟に、ルキウスカエキリウスメテルスカルウスがいる。職歴は、プラエトル、コンスル、キンヒスパニア属州総督、ケンソルである。紀元前168年に、第三次マケドニア戦争が終結した際、司令官、ルキウスアイミリウスパウルスマケドニクスの勝利をローマに、 報告しているその後、アンティゴノス朝マケドニアは滅び、マケドニアは4つの自治州へと分割された。その約20年後の紀元前149年、王国最後の王、ペルセウスの子、ピリップスを自称したアンドリスコスがローマからの独立を宣言し、第4次マケドニア戦争が勃発した。開戦直後はマケドニアが優勢だったが、翌紀元前148年、 プラエトルのメテルスが総司令官としてローマから派遣され、ピュドナの戦いでマケドニアを破った。アンドリスコスは捕らえられ、マケドニアは正式にローマの属州となった。紀元前147年、メテッスはスカルフェイアの戦いでクリトラオスを破り、翌紀元前146年にはカイロネイアでアルカディアの軍を破った。これと同時期に、 コリントスの住民が訪問したローマ元老院議員に大使無礼な言動を働くという事件が起こったため、ローマからコンスルのルキウス・ムンミウスが派遣された。これを聞いたメテッスは、ムンミウスがギリシアに到着する前にコリントスを閉廷しようとした。ポリュビオスによれば、ペロポーネソスが正常不安定なことを聞いたメテルスが、ガイウス・ファンニウスらを派遣し、コリントスで開かれていた集会で、 敵対的な人々を説得したものの、赤いア同盟のクリトラオスは人々を先導した。赤いアでクリトラオスを破り、その公認者ディアイオスをも破ったという。メテルスは、マケドニア兵定の功績により、マケドニクスの損傷を得た。イタリアに戻って、凱旋式を挙行した後、カンプス、マルティウスに、カエキリウスのポルチコ及び、ユピテルという脳に捧げられた、オーミワデンを建設した。 これは、ローマで初めての大遺跡を用いた建造物であり、メテッドスがギリシアから持ち帰ったアレクサンドロスの配下の武将たちの騎乗像で装飾されていた。紀元前143年、コンスルとなったメテッルスは、イベリア半島に遠征してウィリアトゥス率いるケルティベリア、ビトを破り、これを従えた。紀元前三十一年にはケンソルに選ばれたメテッドスは、 ローマの風紀大敗に歯止めをかけることを明確に宣誓した。任命時に行った演説において彼は、砲塔を防ぐため、全市民に婚姻を義務づけると述べた。しかしこれは、大衆の強い反発を買い、ボートによりタルペイヤの岩から落とされて殺されそうになったが、危うく難を逃れた。ケンソルになった後、メテッテスは、 スキピオア・アエミリアヌスとフーアーになるが、彼の功績を忘れることはなかった。スキピオが亡くなった時には嘆き悲しみ、息子たちにその遺体を仮葬の滝に入れる役を命じた。メテッテスは幸運なローマ人の模範とされている。弁説や芸術の際に恵まれ、文部の名誉を合わせ持ち、四人の息子に恵まれたからで、ある。さらに、 二人の娘のそれぞれの夫のプブリウス・コルネリウス・スキピオ・ナシカ・セラピオ・トガイウス、セルイリウス・アティアも、また、コンスルとなった。ありがとうございます。